どうもこんにちは。今回は前々から作りたかったシェードを片付けるための棚を作ろうと思います。今回はこのパイプを使ってやろうと思います。本当は木の丸棒を使いたかったんですけど、こっちの方が安いのとジョイントの部品が豊富なんでこっちにしました。このパーツを手すりのところにつけて固定しようと思うんですけど、ちょっと足が長すぎるんですよね。なのでカットしちゃいましょう。以前にアルコールストーブを作るときに使ったカッターで印をつけます。でもこの高さやとちょっと足が短くなりすぎるね。この板やとまだ少し足が長い。ワッシャーを使って微調整しましょう。これでいこう。ではエアーソーでカットします。ちょっと余裕を持ってカットして、ベルトサンダーで最後仕上げます。車に合わせてみます。うん、いい感じ。残り3つも同じように作ります。次にボルト固定のための穴を開けます。貫通させてもいいんですけど、うまくいったことないんですよね。だいたいずれて穴開いちゃう。なので下の穴もちゃんと毛が開いて穴を開けるようにしています。
OK、完璧。次にパイプを 1200mm にカットしました。最初から 1200mm っていうのを買っとけばよかったよ。実物で寸法合わせします。これが一番確実。なんぼ薄い言うても鉄板はやっぱり硬いっすね。ここも丁寧に裏から磨いてやります。
さて、取り付けていきましょう。いい感じ。ん？あれ？なんかミシミシ言ってる。天井が潰れてる。これはあかん。ワッシャーかまして、ちょっと天井が潰れへんようにちょっと小細工しようかなっていうかします。オッケー、これで大丈夫。さて、お次は今つけたパイプとパイプに削材を渡します。これが棚の前部分の補強にもなります。ちょっと割れたけど、まあこれぐらいやったらいいでしょう。反対側もナット仕込みます。あかん、割れた。このドリルの刃では無理やな。自分の持ってるドリルは鉄板用なんやけど、それでまあとりあえず開けてみましょう。おお、鉄板用でもうまいことできたね。よかった。これをパチンとはめ込みます。
次は後ろ側のベースになる角材を固定するんですけど、今回はなんとバックドアを固定しているナットを長いのに交換して角材を仕込みます。天井切っちゃってもうこれ後戻りできません。反対側ももちろんカットします。そのナットとナットの間の距離を測り、角材に穴を開けます。オッケー、完璧。今回はここまでにしようかな。まだまだかかると思うんで、次回はまたまた登場、カラーボードで棚の下部分を作ります。よかったらまた見に来てくださいね。それとチャンネル登録お願いします。